韓国政府が医師不足などの対策として発表した大学医学部の定員を増やす方針に反発して、研修医が一斉に職場を離脱している問題で、韓国政府は離脱が続けば政府の義務を履行するとの方針を示しました。韓国の医師協会は昨日ソウルで総決起大会を開き。 医学部の入学定員を2000人増員する方針は行き過ぎだと主張しましたこれに対し韓国のハンドクス首相は増員は医療界との十分な協議を経て決まったと説明した上でむしろ最小限の拡充規模だと反論しましたまたイ・サンミン行政安全部長官も研修医が速やかに職場を復帰しない場合 免許停止処分や司法手続きを行う方針を示しました。